くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる、どうもありがとうございます。くるちょも東京でくるぶしが、本日ソロでお送りいたします。今日はですね、お知らせというか、ご報告がありまして、プライベートのことになるんですが、令和の元年に第一子が、誕生しまして、今年でもう3歳になるんですけども、このタイミングでですね、第二子を、授かりました。ありがとうございます。安定期に入ったので、このタイミングでちょっとね、お知らせをしようかなと思いまして予定日はですね、まあ、9月ぐらいなんですけれども、第2子が、授かれると思ってなかったので、まあ、最初に聞いたのはもうお正月、元日ですね。元日、嫁の方にから起こされて、そう、すごいびっくりしたんですけど、まあまあ、そこから、すくすくとね、育ってくれて、安定期に入りまして、あとはちょっとね、母子ともに出産まで、すくすくと何事もなく、育ってくれることを、祈るばかりなんですけれども、くるちょもチャンネルもですね、離れて2人で、やってますが、ちょもちゃんは本当に僕は一生の友達だと思ってますんで、ちょっとね、アップできない時があるかもしれませんが、これからも何卒よろしくお願いいたします。本日はちょっと、短いですが、大事なご報告でした。これからも、くるちょもチャンネルをぜひよろしくお願いいたします。井出くるぶしでした。さよなら、ありがとう。僕らを支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。